こんばんは、入山明子です。3月11日木曜日、入山明子のつれづれ日記。今日は東日本大震災、10年という月日が流れて14時46分、私も黙祷を捧げました。多くの犠牲になられた方、被災され今もなお辛い思いをなさっている皆様に、本当の春が一日も早くやってきますように願うのみです。2008年、美祢市が合併した年に植樹をした桜、近年大きく枝ぶりもよく花も咲き、なかなか咲いている時期に帰れることが少ないのですが、今年もまたもしかしたら帰れないまま桜が咲くのかなと、今日はふとそんな思いになりました。朝川の土手に咲く入山明子桜、雪解けて咲き道花に夢重ね、この桜の花が咲く頃には自分の夢も咲いているように、そんな思いを乗せて大理石に彫っていただきました。まだまだ思うように活動ができない中ですが、月に笑う蝶、楽曲が頑張ってくれている、皆様の応援をいただいて、一歩一歩前を向いて歩んでいこう、そう思いながら今日も一日自宅で過ごしました。明日は朝9時過ぎからラジオ関西に生出演をいたします。お聞きいただける皆様、全国からはラジコプレミアムでお聞きいただけるようです。ぜひご一緒してください。それではまた明日、おやすみなさい。